さん、世界チャンピオンデッキを作るならこちらもおすすめですよ。2月16日発売のデッキビルドボックス、ウルトラサン、それからウルトラムーンです。というわけで、今日は実際このこれを使って、かなり強いデッキが組めるかどうかっていうのをね、やってみたいと思います。はい、いろいろ書いてありますけれど、まあ拡張パックウルトラサン、拡張パックウルトラムーンがね、それぞれ10パックずつ入ってまして、さらに強化拡張パックウルトラフォースが3パック入ってると。このデッキビューボックスね、トレーナーズめちゃくちゃ入ってまして、エネルギーも入ってるんですけど、ポケモンが一切入っていないので、これだけでデッキを作るとするならば、この拡張パックでポケモンをね、いい感じに当てていく必要があります。はい、早速まずは開けていきましょう。はい、ウルトラムーンから開けていきます。お、グレイシア GX 来ました。オーリーフィア来た。おこげプリズムスタージョン、パルキア来た。お、アルセウスプリズムスター。ボリンティスターが草水雷ポケモンがいるときにしか使えないっていう感じなんで、ちょっと雷ポケモン入れて草水雷デッキにしましょうか。こんな感じでした。ちょっと今回は水草雷でデッキを組んでみたいと思います。まずポケモンからですよね。ポケモンからなんですけど、まずはこの4匹はとりあえず確定で全部入れましょう。でグレイシアとリーフィアが入りますから、その進化前のポケモンイーブイを集めていきます。でもう少し草とね、水と雷増やしていって、アルセウスプリズムスターのね、トレニティスターが使えるようにしたいんでね。というわけで、エレブ2匹とエレキブル、今回はとりあえずカットロトムを入れて頑張ろうかなと思いました。ウォッシュロトム、フロストロトムをね、入れようかと思います。アローラさんとかアローラさんとかも21で、ニーカルビア、ヤレユタとかもね、入れて、で、18枚でポケモンを一旦仮でこれで OK としましょうか。はいはい、さあ次に何決めようかって感じなんですけどね、今回はとりあえずじゃあエネルギーからいきましょうかね。3タイプに決めましたので、水、草、雷からそれぞれエネルギーを入れていきます。まずね、雷はこいつらしかいないんで、基本的には少なくていいかなという感じです。今回とりあえず2枚にしましょうか。はい、で次に草エネルギーですけれど、リーフィア GX とカットロトムが使うくらい、まあ3枚ぐらいにしましょうか。2、3で5枚にします。で、ダブル無色エネルギーはね、使えるポケモンが、アロラサンドパンでしょ、ヤレユタンでしょ、ウォッシュロトムでしょ、エレキブルでしょ、カットロトム、パルキア GX、リーフィア GX、グレイシア GX とね、ダブル無色エネルギーがあると技が使いやすくなるポケモンがすごい多いので、ダブル無色エネルギーはね、このボックスに2枚ずつ入ってますから4枚入れちゃいます。で、残り水エネルギーですね。水エネルギーはパルキア GX がおりますので、一旦6枚いきましょうか。はい、合わせて15枚エネルギー。はい、今回一旦これでいきましょう。で、スタジアムはね、何いるかって感じなんですけれども、今回水と雷が入ってますので、うねりの大会をね、採用しましょう。はい、こちらはね、デッキビルボックスウルトラムーンの方に入っているカードです。はい、残り25枚をサポートとグッズで入れていきましょう。で、絶対入るカードはね、赤木プリズムスター入ります。続いてプラダムが4枚。はい、これはなんと新しい新規イラストです。すごい。大体サポートはね、まあ、10枚ぐらいを目安に今回はね、入れようかなと思います。とりあえず円の2枚入れましょうか。はい、でちょっと10枚超えちゃうかもしれないんですけどね、アセロラ。はい、ポケモンデッキ3匹なので、まあ、大事に使っていきたい場面ですとか、まあ、倒されたらこの場面で、うまくこの回収したいっていう意味でアセロラを入れます。まずはハイパーボール4枚。はい、バトルサーチャー4枚。うん、これがあるとサポートが何でも使えるんで非常に強いです。はい、というわけで完成しました。こちら今回作ったデッキです。
ポイントはね、まあ、EV からグレーシアもしくはリーフィアに進化して特性凍てつく瞳や青葉の息吹を使って有利に立ち回っていくという感じです。結構ダブル無色エネルギー重要なんでね、その辺は、ヤリダのリソースマネジメントを使って一回トラッシュに行ってしまったダブル無色エネルギーをもう一回戻してあげるという動きができます。はい、あとはね、うねりの大会や青葉の息吹を使って頑張って回復を駆使していきながらアスラも入ってるんで、まあ、結構防御面にもね、リソースを割いている感じになります。デッキビルボックスウルトラサンウルトラムーンだけでもこんな感じのデッキが作れるというところで、ぜひ皆さんもね、試してみてください。今回は以上です。また次回。